T シャツとジーンズは日本で買うのとブラジルで買うのとどちらがいいでしょうか。ブラジルで買った方がいいと思います。それよりも私だったら醤油とか味噌とか日本から持ってきたいです。受けたいオラー、トゥドベン、ハルミです。ブルノです。3000人です。質問コーナーおいで。質問に答えていきます。いきます。そうこれまでにもらっていた質問もちょっと、まあ、織り交ぜて、ちょっと座っちゃダメよ。私もブラジル人の彼氏がいます。結婚した場合ブラジルの市民権は失われてしまうのでしょうか。ブラジル人の彼が結婚した場合にブラジルの市民権を失うから失われませんよ。ブラジルのナショナリダージですよね。なんていうの、ナショナリダージはナショナリダージ、国籍、ブラジルの国籍って確か捨てられない、嫌でもくっついてくるものなはずなので、別に外国人と結婚したからって市民権がなくなることはないと思います。ジャッジ、どっちの字も D の発音になりませんか。 G と G のビデオをね、いくつか作ったからね。ジャッジ、これ英語のジャッジですね。英語でジャッジって言った場合は多分 G だと思います。でもこのジャッジをカタカナ読みでジャッジって言った時はどっちも、どっちも D の発音になると思います。あ、ちなみに肉じゃがはジョッタ、日本語のジって言葉の中に来るときは J の発音、肉じゃが。でもじゃがいもって言葉の頭に来るときは D の発音で、何人かの人にコメントもらったんですけど、じゃあ仮に肉じゃがのじゃっていうとき、肉じゃがは J でものじゃって言ったときの後ろの方のじゃは D になるってことですよね。肉じゃがのじゃ。でも多分私たちが普段意識せずに喋ってる時って肉じゃがのじゃ、この2つ目のじゃって多分 D と J が混ざって、なんかブラジル人にとってはこの D でもない J でもないこの真ん中みたいな発音に聞こえるんだと思います。なんか混ざっちゃって、わかりますか。単体でじゃがいもっていう時は D の発音ちゃんとして、で肉じゃがっていう時は J の発音だけど、例えば肉じゃがのじゃみたいになんか D の後にすぐ J が来たりすると、中間くらいの発音になったりするんじゃないかなって思います。旦那さんとの出会いは何ですか。簡単に言うと、私が一番最初にブラジルに来た時に、このカボフリオに来た時にちょっとだけホームステイ的なものをしてたんです。でそこを受け入れてくれたお家がブルーノのいとこのお家だったんです。もう私たちが今住んでるとこから300メートルくらいのとこにあるお家です。そこに私が一時的にステイしてたんです。子供たちと日本語だけで話しますか。私はできるだけというか、まあ、ほぼ日本語だけで話してます。まあ、ただブルーノがポルトガル語オンリーだし、家族もみんなポルトガル語ばっかりの生活環境なので、みんなで一緒になるときはたまにポルトガル語になることもあるけど、でも最近極力みんなの輪の中にいても日本語で話すように心がけてます。さくらちゃんがどのくらい日本語が話せるのか気になります。日本語力どうですかって。日本語で何か喋ってください。何が得意かな。おはよう。わおはようは、おはよう。下の子の方が結構日本語で喋るの上手なんだよね。娘はリスニングは結構分かってるんだけど、口から出てくるのは結構ポルトガル語が多いかな。単語とかはまあ結構言えるけど、なかなか文章にはならないよね。だから今日どこに行く、学校行く、
は学校え、ママイのこと好き？ママイとパパイってどっちが好き？ママイ。今日お昼何食べたい？ホイシ。あ、ホイシ、ご飯ね。エケルマタフ。ご飯。エケフィッシュ。お豆。エケル豆ね。豆。エケルマシカ。お肉？シン。学校にお友達たくさんいる？誰？パパイ今どこにいる？パパイどこ行ったの？インスコラデル。学校？仕事だよ仕事。スペイン語とポルトガル語の違いがあまりわかりません。一番の違いは何でしょうか？スペイン語とポルトガル語よく似てますよね。まあ発音も似てるし文法もすごくよく似てるし、だから聞いただけでは確かにわかんないかもしれない。一番の違いはって言われると、でも発音とかってスペイン語って言っても世界中で話されてるから、スペインのスペイン語とまたこっちの南米の方のスペイン語とではまた全然違うので、発音に関してもあれだし、多分文法的にもいろいろ地域によってちょっと変わってくるから、一番の違いはって言われるとそんなに多分決定的な違い、これっていうあれじゃなくて、文法にしても発音にしてもちょいちょい違う感じです。どうしたらポルトガル語上達しますか？まあ、私の動画見てほしいんですけど、まあでも上達、まあ結局そういうことですよ。ブラジルとアメリカ以外にどこに行ったことがありますか？それとスペイン語も話せますか？ブラジルとアメリカ以外、カナダ、中国、韓国、香港、タイ、ウルグアイ、ペルー、アルゼンチン、メキシコと、あとヨーロッパはバックパッカーしてたから、主要なんていうか、まあ、全部ぐるーっとヨーロッパ全部行ってます。あとエジプト、オーストラリア、ニュージーランド、あとまあなんか島ね、ハワイとかサイパンとか何か島とか、そうぐらいかな。スペイン語話せません。ただ、勉強したことはあります。ブルーノの日本語、家でのピザの作り方、ブラジル家庭料理の動画。あ、ブラジル家庭料理に関しては、そうね、私があんまりトラディショナルなブラジルの家庭料理を作らないから、そうそう、これもね、動画やりたいやりたいと思ってるんですけど、なかなかね、いつもバタバタしてる中で料理してるから、なかなか動画って撮れないんだけど、まあ、できれば、そうだな、ブルーノのお母さんが料理してるところでも動画にしてあげようかなと思います。ピザね、ピザはね、ブルーノが専門だから、ブルーノ、コムキファイシュピッツァ、か。Pode explicar mais ou menos rapidinho? Como faz a massa? Aham. A farinha. Ah, você tá fora, muito fora. Farinha, ovo, óleo, fermento e leite. Joga tudo no liquidificador e faz a massa. Não, a farinha não, né? Mas de resto, joga tudo. Né? Melhor fazer outro vídeo, né? De repente. Pode passar, passo a passo, né? Mas é muito fácil. Só demora porque tem que esperar o fermento fazer o papel dele, né? Já, また quando eu vou gambate, doga tsukurimasu. Keiko ne, ryori kei no doga nigate teu ka. Jikan kakaru shi ne. Nakanaka ko itsumo bata bata shiteru naka de, nanode nakanaka doga dekinai nda kedo, gambarimasu. Ato ne,
ブルーの質問、ブルーノの日本語の質問が結構あったの。こんにちは、日本語、ジブルーノ先生。こんにちは、日本語、ジブルーノ先生。ゼロ。ちょ。2秒ゼロ。ゼロ。ゼロ。ブラジルの小学生がどんな風にポルトガル語を勉強しているのか。Escola elementar é ensino fundamental. Fundamental, que isso? A gente tem aula desde a alfabetização, né? Então, a gente estuda português desde criança. No ensino fundamental, acho que até a quarta série. É uma professora só que dá aula de tudo, acho que igual ao Japão, né? Depois da quinta série começa a ter professor só de português, mas como estuda, tem livro e tudo, a gente estuda gramática, estuda texto, lê muito texto. Eu acho que não deve mudar muito como estuda outro idioma, não. Entender? Tem. まあ、当初私ポルトガル語歴も浅く、喋り始めて3ヶ月くらいでの結婚、あ、もっと早かったな、1ヶ月2ヶ月での決断だったんだけど、なんで決めたかっていうと、あのブルーノ本人を見てたっていうよりか、ブルーノの周りの人、家族とか友達とか、そういう人たちとの人間関係とか、そういう人たちの周りの人たちの人間性、そういうのも含めて、あの、まあ、信用できるのかなって思って結婚決めました。どのような動画で登録者が増えましたか。アドバイスください。私が知りたいです。あのそういうのない。私とりあえず今のところ別にこういう動画こういう時期にガーって登録者が増えたとかそういうの私は全然まだ経験してないです。経験したいです。日本語の字幕をつけてもらえますか。そうですね、字幕ね、ポルトガル語の字幕つけてほしいとか日本語の字幕つけてほしい、いろいろ言われます。はい、頑張ります。あのね、英語の字幕に関してはたまにつけるんですけど、なんで英語って思うじゃないですか。それは私がポルトガル語の、ね、字幕は最近ブルーノの家族がなんか結構見てるらしくて、私の動画、私ちょっと日々の私のブラジル生活のなんか愚痴とかを愚痴けど裏話っていうか、あのそういうのを軽い気持ちでこう発信し始めたのがあのブラログのきっかけだけど、それをなんか周りの身近な人に、ね、見られてるって思うとちょっとポルトガル語でね字幕つけちゃうといろいろバレちゃうじゃないですか。っていうのもあって、でもそれでもブラジル人の人にもあの届けたいっていう気持ちもある。なのでその中間とって英語の字幕はたまにつけたりする。まあ自分でも私日々ポルトガル語に囲まれてる生活だから、ポルトガル語からねちょっと逃げたいっていうあの気持ちもあって英語字幕はつけたりするんだけど、あ、そうそう、ブラジルの言葉だとか知りたいです。ブルノコンプロベーブルブラジル。Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda? Quem cedo madruga. Deus ajuda quem acorda cedo. Ok. じゃあそういうことで、また何か質問とかコメントとかあれば、あの気軽に質問いろいろあったら次回またこういう動画も作りたいと思います。ということで、はい、大変だ、ちょっとじゃあね。いいね押してください。それからチャンネル登録もよろしくお願いします。またね、バイバイ。バイバイ。例えば家で簡単に作れるのはエフビリアとか、まあ、結構よく作ります。これね、エンドウ豆のスープなんですけど、で、ね、最初に泡がすごい出てくるんですよ。そういうの洗い流して、で水にしばらくつけときます。そうするともうこれ水洗ってつけておいて水変えた後なんですけど、結構量がわーって増えます。水を吸ってね、結構1時間とか2時間とかつけておいて、それで水捨ててまた鍋に入れてまた別の水を入れ替えます。そうしないと圧力かかった時にわーって爆発するんですよ。ニンニク、もうブラジル料理にニンニクは欠かせない。であとベーコンとかカラブレーザとかそういうのを炒めて鍋に全部一緒に入れて
ニンニク炒めるって言ったけど私はもうそのまま入れちゃいます。でね、普段は玉ねぎも必ず入れるかな。今日はちょっと切らしてるんだけど。でね、ちなみにこれ作り方見るとまたねちょっと違う。玉ねぎとは書いてないかな。でもその代わり皮にもいいだってあのひき肉を入れるって書いてあるし、最初に炒めるとも書いてあるし、でも結構これ作る人によってレシピがいろいろです。私はまあ子供もいるし結構いつもは野菜たっぷり入れたりしてアレンジしちゃってますけど、あ、私は生姜入れるのが好き。すりおろして入れます。だから人によって味付けも結構いろいろで、こういうテンペーロね、調味料とか入れて好みで煮ます。圧力がかかってからまだ30分、40分くらいは煮ます。すごいすごい。